もだえたまま生き絶えたあなたを抱きしめた。悲しみより湧き立つ憎しみ、抑える力などなく、汚れのないその殺意はどこまでも純粋で、指先からすり抜けて空へ、誰にも止められない。どう遠くを越え、神さえなびかせ、奥底眠る愛が復讐を始める。その未来を強すぎる。な、何者だお前は。あの人は確か、あの半人半霊のご祖父の、魂魄妖気？ん？ギリギリ間に合ったようだな。そ、邪魔が入ったか。誰だお前は。わしの名は、魂魄妖。魂魄妖無の師匠であり、妖無の祖父でもある。先代の白玉楼の庭師じゃ。幻想郷で、最大の異変が起きていると駆けつけてきたが、よもや人間の里まで、奴らに占拠されていたとは。700年前に何をしているのかは聞いていたが、ここに来たってことは、それほど幻想郷が危険だということか。お主たちの目的は、この幻想郷、冥界、異世界等を、氷河期の世界にして、この世界を奪い取り、自分たちだけの帝国を築き上げる。じゃろう？じゃが、そんなことは、このわしが許さん。お主たちが降伏をしないのならば、このわしがお主たちを切り捨てる。先代の白玉楼の庭師とか知らないけど、我らの計画、そして作戦を邪魔をするなら容赦しないよ。そんな刀で、僕らに何ができる？こちらは両腕が刀なんだ。剣術は僕らが上だ。ふむ？お主らから出ているオーラ、確かに、侮れぬポテンシャルを秘めておるな。なぜ、それを見破られた？お前は、一体、何者なんだ？さっきから力を感じるけど、こいつ、僕たちより力が上なのかもしれない。わしは妖無の剣術の師、腕前は今の妖無が相手をしたとしても、文字通り、赤子の手をひねるほどの力を、備えかねておるのじゃぞ。それで僕たちに勝った気でいるのか？まだ勝負はついていない。決着がついてから、そういうセリフを言うんだな。だが、よく考えたら、この計画は破綻されない。僕らの計画をぶち壊してから、そういうことを言うんだな。話はそれで終わりか？ここで勝負をつけようではないか。
望むところだ。この勝負、僕たちが勝つ。行くぞ。よかろう。かかってこい。どう？これで決める。わしもそうさせてもらおう。向かわなくてはいけない場所があるからな。これで勝負をつけよう。どっちが勝ったのぜ？病気が勝っただと？切れるものはあまりない。くそ、強い。これ以上やるなら命を取らせてもらうが、おとなしく身を引いた方が良いじゃろう。ションキー、ここは身を引いた方が良さそうだ。仕方ないな、今回はここで引かせてもらう。それと白髪と大根足、次は必ず殺す。覚えていろよ。アディオス。お主たち、大丈夫か？ここは危険だ。とりあえず安全な場所へ運んでやろう。ここなら安全じゃろう？さあこれを飲むがよい。はぁ？生き返った。死ぬところだった。幽霊だから死んでおろう。とりあえず、礼は言っておこうかのう。人里で何が起きているのか知らないかのう。人里であちこち人間たちがこき使われとる。ああ、どうやら奴は、心霊病で人間たちの負のエネルギーを吸い取る装置を使って、とある兵器を開発しているそうじゃ。な、心霊病じゃと？そこに奴がいるのか？大使様たちに伝えて、計画を止めないと。そう焦るでない。奴はあまりにも強大じゃ。一度退治したわしはわかる。あやつの強さは、異次元クラスじゃった。もはや、ひじり殿や、かなこ様でもかなわないやもしれぬ。五人、いや数人でも倒せないかもしれん。それぐらい奴は強い。あのキョンシー三体でも苦戦したのに、そいつらよりも、さらに力が上だった奴がおるとは、異変解決できるじゃろうか。できないんじゃなくて、チームワークの力を合わせて、あいつらを倒すんだよ。仲間に助けてもらった借りも返さなくちゃ。そうじゃったな、焦ることはなかったな。今から仲間のところに行って、加勢しなければ。このわしも加勢して、奴らの計画を止めなければ、幻想郷は愚か、異世界全体が危ないじゃろう。事態は一刻を争う。皆の力を合わせて、奴らに勝つのじゃ。たとえ、辛くても、悲しくても、くじけても、窮地に落ちてもだ。そうやって、人は立ち上がる。どんなものでも負けたりはしない。修復できないものはないからな。だから、皆の力を合わせれば、奴らを必ず、打ち勝つことができる。そして必ず、この大異変を解決することができる。そうじゃ。我らは絶対に、奴らに負けたりはせん。幻想郷や異世界とやらも滅ぼさせぬぞ。そうだ、それこそチームワークの力というものだ。チームワークを組まない限り、奴らに勝つことはできないからな。よく言った、それで良いのじゃ。仲間を集い、奴らに打ち勝つための修行をつけて、スペルや強力な攻撃を利用し、奴らのチームは、計画、そして組織を潰すのじゃ。そろそろ動いてもいい頃じゃろう？お主らの仲間のところへ案内してくれぬか？あんたが私たちに加勢するなら喜んで。仲間は人里のどこかで戦っているはずだ。よし、急いで仲間のところへ向かうぞ。今頃、やられているかもしれぬ。